ウィリアム・リチャードソンウィリアム・リチャードソンは、アメリカ合衆国の政治家、法律家。リチャードソンは1839年に、現在のアラバマ州、ハンズビル都市圏、ライムストーン軍アセンズで出生した。リチャードソンは、地元の公立学校で学んだ後、南北戦争において連合国側の軍隊で任務に、就いた。そして1865年4月、 捕虜のまま南北戦争が終結するとリチャードソンはジョージア州マリエッタで仮釈放された。リチャードソンは1865年から1867年までアラバマ州下院議員を務め、また法学を学んだ。1867年、リチャードソンはアラバマ州から弁護士の認可を受け、同州ハンズビルで弁護士業を開業した。 その後1875年から1886年までアラバマ州マディソン軍の軍裁判所及び遺言権任裁判所で判事を務めた。1899年、リチャードソンはジョセフ・ホイーラーの辞職により空席となったアメリカ合衆国会員の議席を重当するため民主党から第56回アメリカ合衆国議会の議員に選出された。そしてその後、 1914年まで8期16年の間、会員議員を務めた。またリチャードソンは、1904年に民主党全国大会の代表に選出された。第62回及び第63回アメリカ合衆国議会では、年金委員会の議長を務めた。会員議員に在職中の1914年3月、リチャードソンは、ニュージャージー州アトランティックシティで死去した。 リチャードソンの遺体はアラバマ州ハンツビルのメープルヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。